の高峰と申します。ご用の際にはご遠慮なく乗務員に声をおかけください。スターフライヤーでは皆様に安心してお過ごしいただくため、乗務員はマスクと手袋を着用いたします。お客様におかれましても、ご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離、大きな声でのお話を控えていただくなど、感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします。またマスク着用の際には鼻と口を覆いご着用いただきますようお願いいたします。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるよう、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか、電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅を。